はい、こんにちは。清水の舞台に来ました。だいぶお疲れのようで、うん、いや無理ないと思う。はい、今回の強行京都の旅いかがでしたか？疲れております。いやそりゃ無理ないでしょう。だってね、昨日実質昨日の朝帰ってきてね、夜行バスで京都来て、本当お疲れ様でした。はい、鳥獣戯画いかがだったでしょうか？なんかあの買ったっていうか綺麗っていうか面白い。全部は見れなかったけどね、うん、あれが確かに国宝のオリジナルじゃないんだけども、でも結局いろいろ見てみたら他のね、なんとか店なんとか店とか行ってもあれ全部見れることってないんだね。非常に残念な気がするけども、なかなか全部を見せてくれないところで、お疲れです。はい、お疲れでございます。一応これで今回の締めさせていただきたいと思います。いいでしょ清水舞台。さっきまであ夕日隠れちゃったね、いい感じ見えたんだけど、このアングルが一番いい。清水の舞台ってさ、乗ってる時ってさ全然分かんないんだよね。ここに来て初めて分かる。またあれだよ、修学旅行で来るよ。うん、楽しみにしてるから。修学旅行で来るとねまた雰囲気違うから、人があんまりいなくて、そう、いや修学旅行生ばっかりだったりするから、楽しみにしてくださいとかで。いやお疲れ様でした。この後ね風呂入ってまたバスで帰ります。はい、皆さんどうも、沖縄旅行を含めてバタバタの現地アップどうもお付き合いいただき誠にありがとうございました。これからまた通常業務に戻りますって。ありがとうございました。またこれ未公開の部分相当あるんで、また総集編の方で、はい、フルバージョンの方でやると思います。はい、ありがとうございました。